中年オタッキーです。皆さんね、コロナ騒動でね、外出自粛の折いかがお過ごしでしょうか。ずっと家の中にいてもね、つまんないんですけどね。写真も撮りに行けないですし、せっかく写真という趣味があるのにね、まあこういう時はね、ヤフーオークションとかメルカリでも見てね、カメラでも眺めるかっていうことになるんですけど、そういうことをやってるとまだカメラが増えるんですよね。というわけでね、今日はね、そんなにカメラたくさん買ってどうすんのという、テーマで雑談していこうと思います。それでは、スタート。はい、この間ね、リバーサルの現像が上がってきた時にね、カメラの北村さん、まあリバーサルの現像が上がったのを撮りに行ったわけじゃないんですけど、安いリバーサルフィルムがね、あったんで、それを買いに行ったら、ちょっと早めにリバーサルの現像が上がってきててね、それも引き取ったっていう形になったんですけどね、その時にね、またね、私のね、カメラが1台増えました。これなんですけどね、これ持ってたんですけど、もう1台持ってたんですけど、長期在庫でね、困ってるっていうんで、北村の店長さんがぜひ買ってくれっていうんで、1800円の値がついてたんですけど、もう1100円でいいからっていうんで、ついつい買ってきてしまいました。まあ、実はこのレンズは欲しかったんですよ。で、このレンズは欲しかったんですね。3570FD、2FD の3570なんですけど、僕3570マニアなんでね、もうどれだけたくさんの35マニュアル、3570のレンズを揃えるかみたいな、ノリになってきてるんですけどね、描写はどうかなと言って、まあ、使ってみようとは思ってるんですけど、でもそんなこんなでね、どんどんカメラ増えるんですね。もうえらいことになってるんですよ。今ね、車に積んでるね、カメラだけでも相当なもんでして、ちょっと見せますかね。もうこんな感じな。こんな感じになってるんですけど、もう何台積んでるかね、把握できてないという、状況になってるんですけどね。ただね、もう見てるとついつい欲しくなっちゃうし、つい買ってしまうんですよね。で、カメラがどんどん増えると、悩みが出てくるんですね。それ、皆さんも多分ね、同じ悩み抱えてると思うんですけども、使ってやりたいんですよね。持ってる以上は使いたいんですよ。使いたいんだけど、多すぎてどれを使うか困るみたいな感じのね。本当にね、これ重大な悩みなんですけど、まあ、例えば今これフィルムカメラなんだっけね。第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10台。今パッと見で10台。向こうにもまだいっぱいあるんですけど、全部でね、17、8台積んでると思うんですけど、フィルムね、17本、18本も買うと、もうそれだけでね、小遣い制が全部ぶっ飛んでしまうっていうような時代になってきました。何より問題なのがね、カメラよりフィルムが高いというような状況になりつつあるんですよね。だってね、今回これ北村で可能品ですよ。で、レンズもちゃんと使えるやつ。で、1100円なんですよ。こんなにね、そのフィルムカメラ安くなってしまって、で、フィルムはって言ったら、富士のね、カラーネガ100が36枚撮りでね、1000円じゃないですか。もうこれ、ほとんどね、フィルム、ね、フィルムと、変わんない値段でね、ここ、可能品のね、これ T70 ですけど、買えちゃうんですよね。だから、まあ、フィルムって言ったら、一回使えば、まあ、終わりじゃないですか。でも、カメラは何回も使えるんで、その値段で買えてしまって、まあ、どうするんだって話になるんですよね。で、まあ、今ね、外出自粛として、っていうことでね、まあ、写真撮ろうと思っても、せいぜいその近辺を散歩して撮るっていうことで、どうしても枚数は減ってくると思うんですね。で、まあ、デジタルで撮ってもいいんですけど、まあ、せっかくなんでね、せっかくフィルムカメラがあるんで、フィルムもね、カメラも撮ってあげてっていう感じで、こういう時はやっぱね、お家の中にいる時間がほとんどなんで、とりあえずね、カメラ並べるんですよ。使いたいカメラ並べて、いじってね、どれにしようかなって考えると、どれで撮ろうかって考える。まあ、そういう考える時間も結構楽しいんでね、外出できない
時間をね、そういう感じでね、潰していただければ。で、いじってるとね、案外ね、その、あ、ここはちょっとやばいなとかいうところも見えてくると思うんですよ。例えば、あ、ちょっとモルトが劣化してるな、ここ光漏れてないかなとか、たくさんね、カメラを持ってる人は特にそうなんですけど、まあ、こういう機械ですんでね、カメラの一斉点検とかもね、やってみるといいかもしれないですね。僕もやんなきゃいけないですけど、僕の場合はね、もう走りまくってて時間がないんで、皆さんと正反対の世界をもう生きてるような状況になって、来ておるんですけどね、明日の仕事もね、これ、今夜11時ぐらいなんですけど、明日の仕事もちょっときついものになってくると思うんですけども、そんな感じで、今日のね雑談ネタなんですけど、ちょっと短くなりますけど、ね、カメラそんなに揃えてどうするんだって、多分ね結構僕の動画を見てる人は言われてると思う。僕もまあ言われてるんですけど、どうするんだってねもうまあね、欲しいもんは買うと、僕ね、そんな感覚で言うんですよ。欲しかったら買えみたいな、買った後で、買ったことは買った後で考えろみたいな感じのノリなんでまあね、フィルムカメラ買ってしまったらもうね、売るにも二足三本だし、どうしようもないものではあるんですけど、持ってたら持ってたら楽しいんでね、今外出自粛ですから、一斉メンテナンスとか眺めて楽しむとか、どのフィルムを使おうかなって考えるとか、そんな感じでね楽しんだらいいんだと思います。まあ写真をね撮るだけが写真じゃないんでね、そのどう撮ろうかってことを考えるのも写真の楽しさなんじゃないかなって思います。はい、今日の動画はこんな感じです。で、いつものね、視聴者様の作品の紹介のコーナーになってまいります。はい、作品紹介のコーナー、今日のトップバッターはミッシェルさんですね。バラ写真で2枚、1枚目がね、お庭のお手入れはまだかな、2枚目が、6人のお地蔵様また明日ということでね、1枚目がね、これ、ヤシカかな、これヤシカ FX3 スーパーかな、ちょっと調べてないんで分かんないんですけども、YC マウントのプラナ 50mmF1.4 コダックゴールド200、2枚目の方がね、オリンパス XA、コダックゴールド200ということで、これ1枚目なんですけども、タイトルがいいですね。お庭のお手入れはまだかなっていうことで、ちょっと皮肉ったタイトルですけども、光が当たってる雑草で撮られて、さっさと手入れしろよっていうことなんでしょうけど、この雑草がね、やっぱさすがプラナー、ものすごい写りですね、これ。YC マウントのプラナっていうのは、ヤシカが製造しているのかな？ちょっと詳しくは知らないんですけど、ヤシカが製造してるんだったら、まあ、富岡工学のスタッフが作ってたってことにもなりますけど、これ素晴らしい写りですね。富岡のスタッフで、コストをかけたらめちゃくちゃ良くなるでしょうけど、まあ、もしかしたらこれドイツ本国で作ってるかもしれないですけどね。ちょっと詳しくはわかんないんですけども、2枚目の方はね、オリンパス XA、ちょっとこれ露出がアンダー、逆光気味でね、アンダーになってしまってますけど、これオリンパス XA ってあれかな、コンパクトカメラかな、じゃ露出はいじれないということで、まあこれ仕方ないのかもしれないんですけども、お地蔵さんのね、並んでる姿がね、ちょっと微笑ましい写真になります。影がね、全部揃ってて、面白い写真でもありますね。はい、ミッシェルさん、ありがとうございます。次が、野良旅人さんで2枚。2018年、ちょっと加工写真ということで、1枚目がね、初春の散歩道。ね、2枚目がね、夕焼けの散歩道。タイトルが安易ですいませんということで、カメラは両方とも iPhone 8 Plus かな。あ、2枚目が8 Plus で、1枚目が7 Plus か。いろいろ持ってるんですね。あ、プラスって言ったらでかい方ですよね。これ、1枚目も2枚目もいい写りですよ。スマホのね、写真の限界がどのこのっていうことなんですけどね、どちらもいい写りです。素晴らしいと思います。これ2枚目なんか富士山まで写っちゃってますしね、これ、スマホで撮ったって言わなかったら多分バレない写真だと思いますね。まあ、コロナ自粛でね、加工写真ばかりで申し訳ない。全然いいですよ。これめちゃくちゃいい。
いい写真だと思いますね。はい、野良旅人さんありがとうございます。次がね、ひまねこ屋さんで、これ3枚組の写真なんですけども、現在コロナ対策で引きこもり状態もあんまり撮影できない状況です。今年の1月にニコン P310 コンデジで撮影した写真を組写真にしてみましたと。タイトルがね、夢で見た夢。自分でも意味が聞かれると困惑しますが、雰囲気です。このタイトルが素晴らしいです。まあ、見てもらいます。これね、3枚ともね、反射がテーマなんですね。で、特にね、1枚目、2枚目と屋外で反射の写真で、3枚目がね、これコーヒーの中にこれ電灯かなんかが反射してるんですか？この写真3枚組でね、夢の中の夢ですか？というタイプ、あ、夢で見た夢か。これ素晴らしいと思う。この組写真素晴らしい。これはコンテスト級だと思いますよ。ね、不思議な世界に引きずり込まれる。という感じの組写真になってますね。見事です。ひまねこ屋さん見事だと思います。はい、投稿ありがとうございます。次が、和賀さんの作品、タイトルが通り道の春、ペンタックス K5 M75150、仕事の途中に春らしい景色だなと感じ、営業車を路肩に止めて撮りました。左奥に映ってる車、白い車が私の車ですということで、格安不人気レンズでの撮影は楽しいですということなんですけど、写真もこれ素晴らしいですね。結構ね、なんてことない写真ってね、思う人はいるかもしれないんですけど、こういうね、生活の匂いが出たね、写真っていうのはね、結構コンテストで入選します。これ僕コンテスト級の写真だと思いますね。素晴らしい作品だと思いますね。はい、和賀さんありがとうございます。最後がね、369モノクローマンさんの作品、タイトルがザ・ P30、カメラニコン F3、85mm F2、フィルムがね、フェラーニア P30、ハイコントラストで電車とか物撮りには超おすすめのフィルムということで、これこの写真なんですけどもね、特に2枚目の写真なんかもうこれプロ級の写真ですね。これフィルムのねカタログになりそうなぐらいの写真ですね。素晴らしいと思いますね。このフィルムっていうのが復刻フィルムということなんですね。復刻させるためにクラウドファンディングですか、募金や契約を募りいろいろありながら2019年にやっと一般に売り出されました。ネット上でしか買えなくていつも売り切れが続いて、オープンしても3時間ほどで売り切れがついてやっと手元に届きましたということですね。で、フィルムね、富士やコニカ他にも数多くの伝統的なフィルムがあったと聞きます。日本でもフラウド立ち上げて富士に、復刻フィルムお願いできないのでしょうかということですけどね、僕にはそこまでの行動力はないですね。ちなみにね、その僕にとってのね、伝説のフィルムは何でしょうかって言ってね、僕にとってのね、伝説のフィルムはトレビですね。富士クロームのトレビなんですけど、これでね、女の子を撮るとね、女の子喜ぶんですよ。なんていうの、肌がね、ちょっとピンクがかった色にね、仕上がるんですね、トレビ。ちょっと面白い発色をするフィルムで、よくね、女の子の写真を撮ってました。撮ってるって、友達の女の子の写真とかを撮ったりするんですけど、喜ばれるんでね、よく撮ってましたね。僕ね、そのうち話そうと思うんですけど、写真にハマったきっかけっていうのがね、人に喜ばれるからなんですね。そういうわけで私にとっての伝説のフィルムはトレビです。もう一回使いたいですね。はい、369モノクローマンさん。ありがとうございます。投稿写真のコーナーはこの辺でとうとう紹介しきりました。またさ、写真投稿よろしくお願いします。ちょっとね、ネタ的に苦しくなってくるでしょうけどね。はい、じゃあ次は俺のカメラのコーナーに行ってまいりますね。はい、俺のカメラのコーナー、今日はちょっと2人紹介しますね。たくさん来てるんで、夢旅人さんの俺のカメラ、ヤシカエレクトロ 35GSN
とニコマウと FTA の組み合わせ。ヤシカの方はね、カメラの北村で500円で購入。電池を入れたら露出が動くことが分かりました。ニコマウトの方はワンダーレックスで1500円で購入。どちらもフィルムを入れて撮影してみませんが、夏までには撮りたいと思います。ということで、このね、ヤシカエレクトロなんですけども、これカラーヤシノン DX F1.7。僕が持ってるね、こいつと一緒かな。よっ。ああ、カメラだらけでもうストラップがこんがらがって、出てこねえや。これと同じカメラかな。このカメラなんですけど、シャッターのね、音がするだけで切れない個体があります。裏蓋を開けてね、ちゃんとレンズを光の方に向けて、シャッターが切れるかどうか確認ちゃんとしてくださいね。僕のカメラもね、実際最初そうだったんですよ。で、シャッター幕をね、清掃して、動くようになりましたけどね。ニコマと FTN はね、これペンタブがちょっとへこんでるんですけど、1500円は安いですね。素晴らしいと思います。最近ね、結構ね、マニュアルカメラ人気出てるんで、これは安いと思いますね。ただ、ニコマートとか、キャノンの FT とか FTV とかは、そこまでは上がってないんで、マニュアルのね、カメラをね、欲しい人は狙い目のカメラですね。はい、夢旅人さん、ありがとうございます。次がどこ行った?これじゃない。ちょっとこれ。1都市9さんだ。1都市9さんの、俺のカメラ。オリンパス OM10、随行オート S50mm F1.8 バックグレーバージョン。背景がグレーで、背景がグレーでカラーで撮ってあるんですね。これモノクロで撮った方が面白かったかもしれないな。前回送っていただいた写真とね、そこまで変わり映えのない写真なんですけど、バックがグレーというだけでちょっと雰囲気は変わりますね。もう一工夫欲しかったかな。はい。で、一都市九さんね、現像時間の話先週しましたけど、ちょっとね、長いですね。ネオパン SS と同じぐらいの時間でいいで、例えば、なんだっけ、ミクロファインで1対1希釈だと、21度だったら10分40秒ぐらいでいけると思います。12分とか言ってましたね。もうちょっと短いです。ケントメアはね、なんか、メーカーのね、現像時間が、カタログ数値がちょっと長く書いてあるんでね、惑わされる人も多いですが、加減像している、作品がネット上でもね、すごい散見されますんでね。富士フィルムのね、ネオパン SS の現像時間を参考にしていただければいい感じであると思います。はい、1都市9さん、ありがとうございます。今日の俺のカメラはここまで、ちょっと俺のカメラがバンバン来てるんで、ちょっと待機になってしまいますね。ちょっと2名ほど待機になってるのかな。はい、今度、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったのコーナー、やったやっちまったのコーナーも2名いきますね。最初は夢旅人さんで、カメラの北村でニコン D70 がジャンク品としてあったので、シャッターが切れることを確認して購入。以前ハードオフで2000円で購入したレンズをつけて AF 確認すると問題なく動作 OK。 充電器は Amazon で1000円くらい、ストラップもハードオフで500円で購入しました。 CF カードもカードアウトブッターを持っていたので問題なく認識。思った以上に綺麗に撮れていました。 D70 はトラブルが多い機種らしいけど今のところ問題ありません。ちなみにニコンデジタル一眼レフは初めてです。おめでとうございます。ニコン D70 は一応 APS-C で、何ですか、DX フォーマットって言われるようになった初期のモデルになるのかな。これでも AF ニコールもちゃんと使えるんですね。これ使えないの、 AI ニコールは使えないのかな。ちょっとわかんないんですけども、なんか中の配線が外れるトラブルが結構多発するらしくて、壊れても案外簡単に直るっていうね、自分で簡単に直せちゃうっていうパターンも、フレキかなんかが外れるんだったかな。ちょっと詳しくは覚えてないんですけどね。僕も一時狙ってたんですけど、D100 に落ち着きました。D100 持ってたらもう D70 でいいかなと思って。いい写真も撮れておりますし、いい感じですね。結
構シャープに撮れてます。さすがニコンって感じですね。はい、夢旅人さんありがとうございます。次がね、369モノクローマンさんでね、やっちまったなのかって、今年最後のヨーロッパ生活を締めくくるため去年の暮れぐらいから期限切れフィルムや復刻フィルムコツコツ買い漁り、今年の5月ぐらいからヨーロッパを回る予定だったのにコロナのせいでおじゃんになりました。どうすんだこれってかなりお得に買えてるものもあるのでまあよしだが、毎日何か撮ってるが日本より厳しい自粛生活の中ネタが切れてきてチャチャ力が爆発してこれものすごい数のフィルムですね。これあまりにも多すぎて、これ冷凍保存所にもこれ冷凍庫がこれだけで満タンになりそうですねこれはさすがに多すぎるでしょ。でね、369モノクロマさん、なんか生でフィルムが出てますけど、パトローネケースに入れた方がいいですよ。あんまり長いこと置いとくと乾燥してしまいます。僕はその長いことフィルムローダーか、フィルムローダーに入りっぱなしのフィルムを使ってね、乳剤が割れるという現象を体験したことがあります。それはもう10年単位ですけどね。369モノクローマさんありがとうございます。今日はねこんな感じです。ほんでね、来週なんですけども、ちょっと何を行こうかすごい悩んでます。いただき物のフィルムをテストした、TMAX400 をテストにしたのもありますし、リバーサルの現像が上がってきてる、ミノルタフレックスか、ミノルタフレックスの写真も上がってきてるんで、あともう一丁、ミノルタの α7XI で撮った写真もね、現像待ち中の状況になってきてるんですね。この中からねどれか行こうと思います。相変わらずねそのコロナ自粛が続いておりますが、どうですかね皆さん、近所でねちょっと散歩で撮るとか難しいとこですけどね、バイクとかね自転車持ってる人だったらね、ちょっとブーンって河原まで行って河原で写真を撮るとかいうのもありなんでしょうけどね、なかなか都会ってねその家から出るだけでもう人の動線に触れるんでね、感染のリスクがあります。今日もねテレビでエレベーターのリスクとかやってましたけどね、階段もね階段の手すりで感染するとか、そういうのもありまして、やっぱ外に出ること自体が危ないっていうのがね、ちょっと都会の人はちょっとかわいそうだなって田舎者からは思いますけど、僕らはねそのトラックでね走り回ってるんでいつでも外に出てるんですけどね。あと日本全国でも緊急事態宣言が出るということで、日本全国でねお店とかも閉まっていくっていう、これ都市部からね田舎にねその人が移動してるっていうんで、その都市部の補菌者が田舎に菌を持っていって全国に蔓延するんじゃないかっていうことからなんか始まってるらしいんですけど、とにかくね人がいないところ、人がいないところ、どっか出たら人がいないところを選んで移動するっていうね、感染対策ね十分にしていただければと思います。はい、今日の動画はねこんな感じです。相変わらず私はね外に出て写真を撮ります。撮れない人の分までね頑張って撮ろうと思ってます。積極的に撮ってます。仕事もね忙しいんですけどね、できるだけ頑張って動画も上げていきますんで、また応援してください。今日最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録まだの方はね、この辺にチャンネル登録ボタン出てきますんで、ぜひぜひねチャンネル登録お願いします。またいいねをねたくさんいただけるとね、動画がシェアされやすくなりますんでね、ぜひともいいねの方お願いします。なんかねフィルムカメラブームがどうやら下火になってきたのか、それともコロナでフィルムカメラどころじゃなくなったのか知れないですけど、若者層を中心に動画の再生回数が激減しています。今4万ぐらい行ってたんですけど、今3万4千回ぐらいになってきましたね。多分コロナのせいでしょうね。もうフィルムカメラがのブームがコロナに水を差されたのかっていう、カメラの、ね、値段が変な高騰してたりとかもしてたんで、いい部分もありますけど、微妙ですね。はい、次の動画ちょっと何になるか分かりませんけど、また、次の動画までお待ちください。それでは今日の動画はこの辺でごきげんよう。さよなら。